様ら、ここで何をしている？あんたは。我はこの旧邸城の管理を任されているオーレシアン家の者だ。オーレシアンって、あの…ああ、子供たちについて問い詰めよう。衛兵どもめ、誰も入れるなとあれほど言ったにもかかわらず。なあ、あんた、ここや馬車で来たんだろう。中には連れ去った子供たちがいたはずだ。治療地以外の民を勝手に連れて行くなんて、禁忌目録に違反する行いなんじゃないか。禁忌目録違反？何を言っている？我は敬愛する陛下の言葉に従っただけ。全ては皇帝家の繁栄を願ってのことだ。陛下？陛下とは皇帝のことですか？しかしここは旧帝城のはず。皇帝は王都にいるのでは？もちろん貴様らの疑問はもっともだろう。だがそんなこと我にとってはどうでもいいことなのだ。歴代北皇帝の中で最も高貴で優美なるあのお方に出会い、仕えることができただけでも我は。話が読めません。皇帝がこの城に来ているということですか？キリト、何か来る人？おお、ザッパス、ちょうど良いところに来た。この者たちの処遇はお前に任せよう。あなた何者です？あらあら、こんなところで何をなさっているのですか？あなたたちは陛下の教育を受け、立派な皇帝になるべき者たち。こんな場所で遊んでいる暇などありませんよ。陛下の教育？一体何の話をしているのですか？さあさあ、侍従長であるこのザッパスが付き添って差し上げますから、急いで陛下のもとへ戻りましょう。こっちの話を全然聞いていないね。そしてまた、すべてを陛下に捧げ、偉大なる皇帝への道を歩み始めるのです。さあ、参りましょう。お坊ちゃま、お嬢様。お坊ちゃま？お嬢様？この人、僕たちを誰かと勘違いしているみたいだ。それって、もしかして子供たちのことじゃん。あなた、子供たちの居場所を知っているのですか？うん、まさかあなた方。我々は連れ去られた子供たちを探しに来たのです。居場所を知っているのなら教えてください。やはり出来損ないですか？出来損ない？随分と失礼な物言いですね。陛下はご子息が不在の中にあってなお、希望を失わず新たな皇帝を育てようと尽力なさっておられます。ですが所詮は高貴なる地とは縁遠い子供たち。中には手のつけられない出来損ないがいるのも致し方のないこと。地下牢に閉じ込めお仕置きするだけではどうやら強制できないようですね。地下牢？何を言っている？やっぱりこっちの話をちっとも聞いていない。ですが陛下は慈しみにあふれたお方。そのような子供でさえ見守り続けようとする。だからこそ私は進んで陛下のためにこの手を汚しましょう。答えは聞けそうにありませんね。ああ、やるしかないみたいだ。陛下の支配を逃れ偉大なる地を拒否した者などもはや人にあらず、すぐに処理して差し上げます。仕方ありません。これも侍従長の務め。行くぞ君。次行こう。きっと勝てる。よし、防御する。
皇帝のためという名目とはいえ、こちらを問答無用で殺そうとするなんて。あいつにとっては氷教会や禁忌目録よりも皇帝こそが最も優先すべき対象なのかもしれないな。殺した。お前たち人を。禁忌目録に反しているのは貴様らだ。すぐに氷教会から聖号騎士が。仕方ありませんね。私は氷教会聖号騎士アリス・シンセシス・サーティです。聖号騎士貴様、いや、あなたが。その通りです。先ほど伝えた通り、ここへは連れ去られた子供の捜索で来ました。知っていることを話してください。我は皇帝家から旧帝城の管理を任されているのです。ある日、旧帝城内で皇帝陛下、そして侍従長のザッパスと出会ったのです。そして陛下から皇帝家のために子供を連れてくるようにと言われ。それじゃあ北帝国の皇帝が黒幕？いや、違うのです。旧帝城で出会ったのは確かに皇帝なのですが、その東大ではなく。それじゃあ上位した先代とか次期皇帝候補とか。それは違う。我自身おかしいとは感じていたのだ。だが敬愛する皇帝に疑問を抱くような非礼は。だがそもそも陛下がなぜこの城に。いや、そもそもなぜ生きて。変だ、おかしい。なぜ、なぜ、どうして、どうやって。待ってくれ、それ以上は考えなくていい。しかし我は聖号騎士に行いを問われている以上。アリス、こいつを解放してやってくれ。いいんですか？皇帝の正体と目的について疑問は残るけど、本人も全容を理解できていないみたいだ。それにこれ以上問いただしたら、こいつもひょっとしたらジャイアント族みたいに暴走して。わかりました。オーレシアン家の者よ、行きなさい。ありがとうございます。彼は一体どうしちゃったんだろう。先へ進んで確かめるしかないな。子供たちが。あなた一体子供たちに何をしたのです？騒がしい。一体何だというのだ。お、貴様らはこの城の者ではないな。どうやって入り、どうしてここにいるのか。まあよ、今日のわらわは機嫌が良いのでな。立ち去れ。それが唯一貴様らが取れる行動だ。私たちはさらわれた子供たちを追ってここまで来たのです。そんな横暴な言い分が許されるなど。許されるに決まっておろう。わらわはノーランガルス北帝国第四代皇帝カヨーデ・ノーランガルスなのだから。皇帝、この人が。これは人間じゃなくて人形だわ。みんな見た目が同じだが、さらわれた子供たちと彼らは
共通した特徴を持っている。やはりこの人がオレシアン家の者に命じ子供たちを。ああロード、なぜそなたのように優秀な子はなかなかおらぬのだろうな。あんた、本物の子供たちに一体何をしたんだ。わらわの言葉が聞こえなかったか。立ち去れと言ったはずだ。ザッパス、ザッパス、今すぐにこの無礼者たちを連れ出せ。ザッパスとは先ほどの女性の名前。悪いが、俺たちはあんたが質問に答えるまで引き下がる気はない。これだけ言い聞かせてもなお無礼を重ねるとは。しかし相手が狂人であろうと高潔さを損なわぬ皇帝の寛大なる心、この身をもって示す機会か。よかろう。貴様にわらわと話す権利を与える。それじゃあ聞かせてくれ、なぜ子供たちを連れ去った。連れ去る、何を言っておる。わらわは次期皇帝とするべき子供を集め、ここで教育を施したというだけのこと。だがどの子も素質を欠いていてな。今はしつけの最中だ。しかし出来が悪くとも我が子には変わりがない。見捨てることはないぞ。その子たちには本当の親がいる。本当の親のところに子供たちを返してやるんだ。本当の親だと？親は養育しているわらわに他ならぬ。これ以上のざれ事は許さぬぞ。そういえばさっきあの人形に向かってアロードとつぶやいていたな。一体アロードとは誰なんだ。あんたが集めた子供のうちの一人なのか。無礼者、アロードをかような言葉で罵ることは許さぬ。あの子は他の子などとは違う。全くもって違うのだ。アロードはこの身を痛めて産んだ紛れもないわらわの大切な息子。かわいいアロードよ。それじゃあアロードはどこにいるんだ。自分の子供が実在するならなぜ他の子供を育てる必要がある。ザッパスや貴族に命令し北帝国の子供たちを無理やり。貴様たわけたことを。アロードはいる。親であるわらわがそれをたがえるはずなどない。ならそれを証明してくれ。今は無理だ。ザッパスに城中を探させたがどこにもいないのだ。アロード、どこへ行ったのだ。あの子を教育し皇帝にふさわしい存在へ成長させる、それこそがわらわの。一体どういうことなんだ。貴様らザッパスと共にアロードを探すのだ。見つけた暁にはいくらでも褒美を出そう。なぜ私たちがあなたの要望に。いや、やらせてくれ。俺たちにアロードの捜索を任せてほしい。キリト、その代わりアロードが見つかったらその子たちを本当の親のもとへ返してくれ。いいだろう、必ず見つけなさい。わらわの大切な息子を。ああ、わかった。キリト、あんな人と約束なんかして大丈夫なの？ええ、正気とは思えません。だからこそあの場で剣を抜くのは危険だと思ったんだ。激高して子供たちを傷つけられるかもしれないだろう。カヨーデとまともに話すにはアロードの行方を示すしかない。わかりました。ではどこから始めます。まずはこの城をくまなく調べよう。皇帝家について記された本があればアロードについても何かわかるかもしれないね。それじゃあ本や資料が収められている場所を探してみようよ。ここは書庫のようですね。
でもこの中から探すってのはなかなか骨が折れそうだね。とはいえ他に手がかりがありそうな場所もないし、調べてみよう。キリト、これを見て。カヨーデ様の死後も依然としてご子息のアロード様は跡目争いの渦中にあり、これ一体何の本だ。日記見たよ。空前カヨーデに関する記述を見つけたの。侍従長ザッパスが書いたみたいだけど、カヨーデの死って一体どういうことなのかしら。ひとまず日記の内容が事実なのか確認してみようよ。皇帝家がここで暮らしていたのなら彼らのお墓もあるんじゃないかな。そうだね、敷地を回って墓地を探してみよう。ここが墓地のようですね。皇帝家の人間が埋められているのでしょう。こんな場所にあるカラントなんて嫌な感じだね。何にせよこいつを切ろう。ん？何か落ちましたね。前に南帝国で見つけたのと同じ種子だ。一応これも持ち帰ってカーディナルに渡そう。キリト君、どうしたアスナ。これ見て。ノーランガルス北帝国第4代皇帝カヨーデ・ノーランガルス、ここに眠る。カヨーデ、なぜ彼女の墓石があるのですか。そんな、本当に彼女は死んでいるってこと。じゃあさっき僕たちが会った火曜では一体。まさか蘇ったのか。蘇った、それって火曜では生き返ったってこと。ああ、ガラントは生み出すんじゃなくてすでに死んだ存在に再び命を与えているんじゃないかな。